マに言いつけてやれ。あ、おい、なんだあの坊主。もう何連勝目だ。なんだこの人だかり。おい、次の挑戦者はいねえのか。俺はいつでもいいぜ。百花凛か。あ、次はお前か。あ、ちょうど席が空いているじゃないか。よし、じゃあやろうか。いいね。じゃ、座れよ。おい、お前さん、本気かい。あ、この坊主が来てから誰も勝ててないんだ。そりゃもう土着そうな強さで。相手が強いからって戦いから逃げてちゃ対戦ゲームやってる意味ないだろ。へっ、いいこと言うじゃねえか。へっぴり腰な野じ馬どもに見習ってほしいもんだ。なかなかやるな。そっちこそ。おお、なんだこの坊主たち。どっちも強いぞ。お前強いな。まさか引き分けになるなんてな。俺は及川隼人。名前教えてよ。真泉みちるだ。みちるか。また対戦しようよ。またやってくれんのか。もちろん。おお、またやろうぜ。それじゃ、今日は帰るね。鐘が鳴る前に帰らないとママに怒られるから。やべ、もうそんな時間か。俺も帰るわ。またね。あ、またな。これが俺とみちるの出会いだ。俺たちが中学生の頃のことである。この出会いから数年。ああ、来たぞ。らっしゃい。僕たちは意気投合して今では僕の家で一緒にお泊まりをするまでになった。お邪魔します。らっしゃい。初めての時は借りてきた猫みたいだったっけな。だって友達の家泊まるの初めてっていうか、しかも男の子の。あ、でもそれからは。来たぜ。らっしゃい。よ、らっしゃい。今日も泊まるぜ。え、行き過ぎじゃない。うちにしょっちゅう来るようになった。うち親があんま帰ってこなくてさ、一人だと寂しいんだ。そんなこんなで僕たちは友情を育み、ぽちぽち現在に至るわけである。そういえば僕さ、みちるの家に行ったことないよね。なんだ、やぶからスティック棒に。それ同じ意味じゃない。うちは無理だ。おや、厳しいからな。ああ、まあどうしてもみちるの家に行きたいわけじゃないから別にいいんだけど。みちる、体調が悪いのか。なんだか息が苦しそうだぞ。そうかな。気のせいだろ。なんだよ。何か隠してるな。そんなことねえし、何を根拠に。いいえ、一体何を隠してるんだ。だから何も隠してなんてね。胸に何か隠してるのか。ちょっと今こっち見るな。一体何を隠してるんだ。近づいてくるなよ。往生際が悪い。ねえ、隠しているものを見せい。キャー。ジーザス。ハヤト、大丈夫か。おい、しっかりしろって。ジーン。ハヤトは、何やら今とてつもない出来事が起こった気がするが、多分気のせいに違いない。ウッドエレメンタル。起きたか。はて、
天井が半分しか見えない。これは一体どういうことだろうか。そのごめんな、俺のせいで。あ、胸にメロンでも入れてるんですか。おまもしかして女の子だったのか。いえ、違います。じゃあその胸は何。それにこの太もも、思わず離れたくなくなる魔力を秘めているじゃないか。そんな魔力を持った太もも、女の子以外にありえないだろう。ちょっと何を言ってるのかわからない。なぜだ、普通わかるだろう。いや、本当に違う。これは腹筋をちょっと鍛えすぎただけでな。だから今日も泊まっていくな。いいよな。よくないが。ごめん、今まで隠してて。え、じゃあ本当に。ああ、俺は女だ。マジかよ、今まで全然気がつかなかった。でも許してほしい。だって中性的な顔立ちしてるしさ。まあ線は細いなーとは思ってましたよ。思ってたけどさ、なんで僕は気づかなかったんだろう。いや、隠してたのは俺だしさ、お前にはバレたくなかったっていうか。あ、俺さ結構ガサツっつうか大雑把なところがあるだろ。まあ暑いからと上着をその辺に脱ぎ散らかしますもんね、人の部屋で。読んだ漫画も関数バラバラにして本棚に戻すし、僕の部屋なのに。昔から髪短い方が楽だからって短くしててさ、男子に混ざってサッカーするような小学生時代を過ごしてたんだ。でもそんなんだから女子とはあんまり馴染めなくてな。あ、俺可愛いものとかそんなに興味ないし。けど成長するにつれて男子にはそっけなくされるようになってさ。あー、なんかわかるかも。僕は男だと思っていたからともかく、女の子と分かった今。どうかしたか。あ、いや、なんでも。まあそんなわけで学校には居場所がなくってよ。家には親が帰ってこないからいつも一人で、そんなこんなでゲーセンに入り浸るようになったんだ。そうして俺はハヤトと出会った。ハヤトは俺にとってかけがえのない存在だ。男と間違われてるって気づいた時、いっそこのままの方がいいんじゃねえかと。俺が女だって知ったらハヤトもよそよそしくなるんじゃねえかって不安になって。それで言わなかったわけか。ごめんな。そっか、そりゃ不安になるよな。逆の立場だったら僕だって切り出せない。大丈夫だ、僕たちの友情は性別なんかで変わるものじゃない。そうだろ。ハヤト、なんだかお前が普段より数割増してかっこよく見えるぜ。ああ、僕たちは何も変わらない。よかった、持つべきものは友だな。そうだね。チラ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 。ジーザス、ハヤト、僕は最低だ。それからミチルは女の子であることを隠さなくなった。アーセ、神道滅却。ハヤト、ポチポチ。あ、少し落ち着いてきたな。なんか暑くなってきたな。ジーザス、ハヤト、僕は最低だ。親友を横島な目で見ようとするなんて。あのまま部屋で二人きりだと頭がおかしくなりそうだったため、適当な理由をつけて二人で町へ繰り出した。あ、ハヤトじゃねえか。そんな折クラスメイトに遭遇。こんなところで何を。ああ、今ちょっと友達と。なあ、この美少女はお前の彼
彼女か？え、いや違うけど。マジかよ。じゃあ紹介してくね。え、俺一目惚れしちゃったかもしれん。あの後、二人で家に帰ってきた。悠々しき事態だ。なんだこの胸のモヤモヤは。ミチルが周りからどう見られているかを知ってからだ。嫉妬？それとも独占欲？どちらにしても友達に抱いていい感情ではない。いや、認めるしかない。どれだけ気持ちに蓋をしようとも、僕がミチルのことを異性として意識してしまっていることは嘘偽りのない事実だ。だって仕方ないじゃない。美少女だし、気も合うし、一緒にゲームしてくれるし、笑顔が素敵だし、そんなん以前にいたら惚れてまうやろ。あーえい、トイレで思わず叫んでしまった。ともかく、この気持ちを自覚してしまった以上は、見て見ぬふりはもはやできない。どうあがいても彼女を異性として見てしまうだろう。それにクラスメートのこともある。このまま手をこまねいて。ハヤト、彼氏できた。どうも、彼氏です。うわあ、腹をくくるか。僕、軽蔑されちゃうかな。嫌だな。あいつの匂いだ。嗅ぎ慣れた匂い。落ち着く。ついに親友に俺の秘密を知られた。ずっと隠していたことを。でもこれでよかったのかもしれない。正直明かしてしまおうかと思っていたから。俺は自分が女であることを明かして意識してほしかった。俺のこと。何を隠そう、俺は隼人のことが好きだから。この気持ちに気づいたのは高校生になってからだ。高校生になってどんどん体が成長していくのが怖かった。このまま体つきが変化していつしか隼人に秘密がバレて俺から遠ざかっていったらと。でも隼人と一緒に過ごしてそれはないって分かった。ミチル、見てくれ、僕ついにダイヤランクになったぞ。お、すげえじゃん。やったな。おい、隼人は相手が女だからって態度を変えるようなやつじゃないから。だから俺の秘密を知っても隼人は今まで通り接してくれると思ってすごく安心した。これは隼人のことが好きだと自覚する前の話だけど、隼人を好きだと自覚してからはむしろ今まで通りなことに不安を感じる。自分に魅力がないのかと思ってしまう。隼人に今まで通り接してもらえる喜びと逆に異性として意識してほしい自分がいて、なんというか複雑だ。それでついつい薄着になってみたりして、何をやってるんだ俺はと後悔の念に苛まれるわけだ。いっそこの気持ちを伝えられたら。だがそれはダメだ。だってそうしたら今度こそ俺たちの関係は決定的に変わってしまうから。あれ、何がしたいんだろうな。なあミチル。お、なんだ。え、どうかしたか。いや別に。あ、そうか。あ、で話があるんだが。ね、なんだ。デートしないか。え、ほわ、デートに誘われてしまった。人生で初めて超気合い入れておしゃれもしちまった。なんか恥ずかしい。お待たせ、ミチル。あ、おう。あ、その服似合うな。ミチルのそういう格好あまり見ないから新鮮だな。それじゃ行こうか。だろう。俺たちがやってきたのは
タルベドランドという遊園地だ。周囲にはカップル、カップル、カップル、家族、そしてカップル。カップル率多くね。ただいまカップルキャンペーンをしてます。よろしければそこのカップルさんも。カップルキャンペーン、だからこんなに多いのか。あ、僕たちそういうのじゃないので。まあそうだよ、そうだけどさ。それじゃあミツル、何から乗るか。そうだな。ワクワク、ワクワクと言いながらワクワクしている。デートなんて言うから身構えてたけど、なんだよ、いつも通りっちゃ。いいことなんだろうけど、なんか浮かれてた俺がバカみたいじゃないか。あれ、やっぱり異性として意識されてないのかな。ミチル、どうかしたか。いや、なんでもない。とりあえずジェットコースター行こうぜ。そうだ、何を期待してんだ俺は。ハヤトは今まで通りの関係でいてくれるって言ってたじゃないか。それでいいじゃないか。それ以上望むのはわがままだろ。うん。おお、たっけー。うん、ほんと高いですね。なあ、お前も見てみろよ。なあ、やっぱり何かあったか。なんだよ。少し元気がないように見えたから。遊園地に来てからずっと。なんでもないって。知ってたか、ミチルって嘘をつくときに鼻をかく癖があるんだよ。話してみろよ、僕とお前の仲だろ。なんで、ん、そんなことまで知って。長い付き合いだろ。僕はミチルのことちゃんと見てきたつもりだからさ。まあ女の子だとは気づかなかった節穴だけど。ほら、好きなんだよ。あ、好きなんだよお前のこと。え、俺お前のこと好きなんだよ。だからデートって言われた時はすごく嬉しくて舞い上がって。でもお前はいつも通りで友達でいてくれるだけで幸せだったはずなのに、俺はそれ以上を求めてそんな自分が嫌になってんだよ。ミチル、ごめん、俺の気持ちは忘れてくれ。俺はハヤトが今まで通り友達としてそばにいてくれたらそれでいいからさ。それはできない。え、だって僕もミチルが好きだから。だから友達のままじゃいられないよ。僕はミチルともっと深くつながりたいんだ。ハヤト、僕と付き合ってほしい。僕は恋人としてミチルのそばにいたいんだ。はい、俺も恋人としてそばにいたいです。こうして僕はミチルと恋人にな。ところでミチルさんや。うん、どうした。吐きそう。え、僕高いところ苦手なんだよね。なんで観覧車乗った。告白するなら観覧車がムードがいいかな。お前が吐いたらムードも減ったくれもないだろう。頑張れ、せめて告白の最高の思い出を汚さないためにも頑張れ。おまけ。もっと、いかんいかん、俺としたことが。ハヤトと恋人になれたからって浮かれすぎるのはいかんな。いかんぞ。恋愛だって対戦ゲームみたいなもんだ。足をすくわれないためにも
俺がしっかり主導権を握らなければ。わあ、ハヤトからメッセージだ。うれしい。恋愛も対戦ゲームって誰うまなんだよ。お互い引き分けだろ。めでたしめでたし。